こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日はサポート開始3ヶ月の売上報告。2024年3月11日、今年の3月11日にサポートを開始して、副業で初めての物販にオーストラリアアマゾン輸出を選んだ Y さんのレポート、ね、サポートの事例報告です。まあ、今日は6月5日なんですけど、現在の売上が30日間で90個。ね。おかげさまでもうすぐ100件達成ですと。ね。30日間で100件達成ですと。で、このペースを維持できれば今週末で100件もありえそうですという報告でね。まあ3ヶ月目でだいたい100件検討です。そして売上の方が、もうすぐ3000ドルに届きそうですということでね。2607ドル。まあこちらもまあ3ヶ月で、まあ、3000ドルというような感じになりそうです。で、この会社の特徴なんですけど、まあ、梱包と発送ね、正直めんどくさいと。めんどくさいし、家に荷物がね、たくさん増えるのは、ちょっと奥さんの手前、いたたまれないというかね、気まずいというか、居心地悪いということでね、発送代行を使っています。そして物販は初めてで、まあ、やり取りをしていてね、Amazon の攻略を楽しんでる感じです。で、3ヶ月で、まあ、約3000ドル、そして100件の売り上げなんですけど、まあ、途中経過の報告、ね、日付新しい順に遡ってきます。まず、5月21日、2週間前ですね。この時点だと、30日間で68個販売、そして売上は1696ドルでした。ですからね、売上個数で22個、金額で1000ドル、2週間でアップしてます。さらにその1週間前の5月14日の報告。おかげさまで順調に売り上げも伸びてきて、4月には30ユニット、ね、30個販売。そして547ドルの売り上げに対し、5月には月半ばですでに23ユニット、606ドルに達していますということなんですけどね。その1週間後でこのね、売上1696ドル、そして売上個数が68個ですから、まあ、もう本当に商品見つけてね、加速してきてます。で、5月13日の報告、30日間の売上50件達成しましたと。承知しました。子供の世話が済んだら夜やってみようと思います。なお、先ほどやっと50件の販売個数に達しました。試しに上記の商品で価格調整してみたところ、50件達成前には2番手のセラーより0.9ドル下でないとカートが取れませんでしたが、ちょうど50件を達成した今では0.5ドル下でカートが取れていますと。ということでね、こういうデータをね、整理して攻略していくのが、まあ、得意というか好きなんだなという印象を受けてます。その前の5月3日の質問です。最初の納品から1ヶ月間取り組んでの反省です。1、仕入れ前に私が見つけた商品は、大体同じタイミングで他の誰かも一緒に目をつけていて、納品時にはライバルが増えて価格競争になってしまうとわかりました。実際は送料を考慮すると利益はほとんど出ないことも理解しました。根本的な解決は自分用のカタログを作って育てていくしかないと思うので、カタログを作る日を楽しみに待って、最初の半年間は利益がほぼ出なくても割り切って続けていこうと思います。2、送料は思いのほかコストの多くを占めることをよく理解しました。EMS で送るならグラム3円、船便ならグラム0.5円程度のようなので、2、3ヶ月にわたり、コンスタントに売れている商品については、4回目の補充くらいから積極的に船便の活用を想定しようと思います。3、私自身の捉え方として、1回きりの販売で完結する商品より、継続的に販売が期待できる消耗品の方が、後に末永くつながっていく気がして、より嬉しく実感しました。ただ、単価利益率が高い商品は、どちらかというと1回きりの商材が多そうなので、襟好みせず、試しに次回の発送では1回きりで単価が少々高めの商品を積極的に入れていこうと思います。4、実際に販売を始めて強く実感したことですが、値付けと売れ行きとの関係性は需要の強い商品については思ったほど強くないのですね。何々何々などは最初30ドルで販売し、最後は33.5ドルに上げましたが、売れ行きには違いを感じず、〇〇〇〇も最初は18.8ドル、その後は20.8ドルで販売しましたが、売れ行きはむしろ強まっているように思います。
2回目、3回目の補充についてはライバルの動向次第ですが、多少販売単価を上げても、ちゃんと利益の出る価格に設定していくことも大事だなと強く実感しました。逆に言えば、ライバルが少ない商材選びがとても大事だということですね。私の回答。1回きりで単価が高めの商材は、赤字になった際のダメージが大きいです。月取引100件を超えてライバルに負けにくい。少なくとも同値でカート取得可能になってから扱いましょう。オーストラリア人は値段に敏感じゃないです。オーストラリア人はおおらかな人しか住みにくいので、全てに適当な人が多いです。今となってはイメージしにくいですが、30年前は日本もバブルでちまちま値段を気にする人は少なかったです。Y さん、そうなんですね。スーパーで細かく値段を調べる私とは大違いですね。の前の4月27日の報告。Y さん、こちらこそありがとうございます。最近は昼休みや往復の通勤時間に堀さんの YouTube 動画を見て勉強しています。毎日10から20件ほど見ていますが、ここ2、3年のものは見切ってしまったので、モチベーションになりそうな売上報告の動画とかを見てイメージを膨らましています。堀、ありがとうございます。公開している動画は宣伝的な動画がほとんどです。会員向けの限定動画を見やすいように整理したマニュアル動画特集的なサイト作りますね。Y さん、ありがとうございます。そういったものがあると勉強がはかどります。4月21日、Y さん、ありがとうございます。無事に2箱目も出荷されていきました。堀さんにサポートをお願いしてなかったら、今頃はきっと1箱目の売れ残りが気になって、2箱目を送る気になってなかったと思います。もしくは数量をいっぱい送りすぎて、ニッチもサッチもいかなくなったでしょうね。誠にありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。今回送った中から末永く取引できる商品がいっぱい含まれていると良いのですが。堀、はい、そう言っていただけて嬉しいです。こちらこそよろしくお願いします。初めの3回で弱いアカウントでも利益が取れて売れた商品は有望です。4月18日、納品代行についての質問。Y さん、相談ですが、今後は納品代行業者さんに入ってもらい、私自身は商品探しと在庫管理に集中していきたいと思っており、次の業者さんなら良いのではないかと考えています。ちなみに、先日郵便局から購入した段ボールが5箱あり、これを使い切るまでは自己発送しようと思いますので、早ければ6月頃から業者さんを使おうと思っています。堀、商品代行はほとんど使っていないので、丸々の評価も不明です。使って判断しましょう。Y さん、そうすると堀さんのサポートを受けている方で、毎月何万ドルと売っている方も、皆さん自分で一生懸命発送しているのですね。送る量を考えると毎週すごいです。私は月3万ドルぐらいまで伸ばせたとしたら、月1000点ぐらいの納品だとして、毎週数箱は送らなくてはならず、狭い自宅に入居をするのは無理だろうと思ったので、早々に納品代行を活用しようと考えました。ご参考になるかもしれませんので、料金体系や使ってみての感想はいずれご報告させていただこうと思います。堀、さすがに3万ドルを超えてくると1人じゃ厳しいです。3万ドルを超えている会員さんは家族や従業員を使っています。しかし代行を使えば1人でできます。その先駆けになってください。Y さん、承知しました。4月17日、Y さん、ありがとうございます。ここまでで締めて週末に発送します。なお、先日の〇〇が売れて以降、ぱったりと販売が進まなくなりました。まだ半月も経っていませんので、残りも大体いずれ売れるのだろうとは思いますが、毎月安定的に売れてくれる商品は、これまでに売れた商品の中にしかなさそうですね。〇〇や〇〇、〇〇などは消耗品なので、今後も毎月安定的に売れてくれるのではないかと期待しています。堀、はい、今後売れ行きが良くなるので期待してください。で、参考記事として、商品探しの3ステップ、こちらの記事のリンクと、記事のリンクを送ってます。4月5日、第1回商品販売開始の報告。Y さん、おはようございます。送った荷物については全て無事に納品が完了しました。あとは売れ行きを見守るんだと思いますが、引き続き次回の商品探しも行っています。次の発送は、
今回の商品がある程度売れてからですか？それとも、ある程度新商品の見込みが立ったら、今回の商品の売れ行きに関わらず発送してしまって良いのでしょうか？あと、誤って重複して SKU に登録していた商品があり、片方だけ商品登録したのですが、なぜか発送登録しなかった SKU にも在庫登録されてしまいました。これはカスタマーセンターに連絡して在庫数を調整してもらえば良いのでしょうか？堀、まず送った商品がカート取れているかチェックしてください。3月31日、初回商品発送。Y さん、初めての国際郵便で随分手間取りましたが、ようやく一箱目を発送できました。いろいろお力添えをいただき、誠にありがとうございました。3月17日の報告。Y さん、おかげさまでいろいろ探すのがだんだん楽しくなってきました。堀、良いですね。商品探しを楽しめる人は、物販にとても向いています。3月15日にセラーアカウント登録完了。だいたい初めの頃の、進み方は一緒。で、途中でね、あんま売れないなと思ったのも一緒ですけど、その後もね、報告してくれて、アドバイスを求めてアドバイスを実行していただいて、ここのところ急激に伸びています。またね、このサポート内の報告等を見て、なんか思うところ、あるいは自分も報告しますとか、どうするとこういうふうに成果出ますかとかね、私もっと成果出てますとか、いうね、いろいろ報告、ご相談お待ちしてます。Amazon サポーター、堀秀夫でした。